バトルの練習をしていたサトシたちの前に突然ポケモンスクール卒業生のイリマが現れた。イリマはスクール始まって以来の秀才で数々の伝説の持ち主との噂が。サトシたちは早速その伝説を確かめるためイリマに会いに行くことに。果たしてどんな伝説があるのか。そしてイリマの声優を務める千葉雄大さんの演技にも大注目だ。恐れ入ります。このために修行しましたから。そんなポケットモンスターサン&ムーンは今夜6時55分から。イーブイも活躍だ。